今日は40代の男性モデルさんで足のリフレクソロジーを解説付きで、撮ろうと思います。もう、足に大体の場所を書きましたので、見てください。で、上の方からですけれども、ここの、指先、それぞれの指先、これは副鼻腔になりますね。で、副鼻腔というのはこの頬のところと額のところに広がっている空洞ですね。ここが炎症を起こすと副鼻腔炎になって、中耳炎になってしまったり、頭痛とか、歯が痛くなったりということもあります。この親指が頭です。で、頭がありまして、で、この横側、これが鼻になりますね。ハッハッって書いてあるのが鼻です。で、首、その下が首になってまして、で、まあ、このまま背骨なんですけれども、胸椎があって腰椎があってっていう形で、まあ、こっちで骨盤になるんですけれども、まあ、そのままこう背骨から骨盤へというのが、この体の横、真ん中のところにありますね。背骨、胸椎、腰椎とあって、ここに骨盤につながります。で、でこっち側、扁桃腺、喉がここにこう走りますね。そしてこの辺りが目になりますね。人差し指、中指の方が目です。それから薬指、小指は下、耳ですね。目があって耳があります。こっちも同様に目があって耳があって扁桃腺があります。で、この、指の下一帯が肺、胸になりますね。こちら側も、指の下が、体の上の方、胸、肺といった部分になっています。で、薬指や小指側の下の方は肩になります。肩、そしてその肺より下というか、左側であれば心臓があって、で、右側には肝臓があります。そしてその下の中央寄りの方に腎臓がありますね。で、腎臓から輸尿管があって膀胱へと、両足とも腎臓、輸尿管、膀胱という、で、まあ、ここに頭があって、鼻があって、首があって、まあ、頸椎ですね。そして胸椎、腰椎というふうに、ここがもう全体背骨になりますね。この足の、内側のアーチの部分は背骨です。で、骨盤へとなります。こっち側が、かかとが骨盤の方ですので、そこにつながっていきますね、はい。で、じゃあ今度腸ですね。こちら側、足の真ん中より下の方は腸があります。この内側の方に小腸があって、小腸から大腸になります。こちらから上行結腸、横行結腸といって右足に移りますね。つながってきます。右足の方の横行結腸、下行結腸、こちらがS 字結腸の方ですね。そしてここ肛門という形になります。大腸のに囲まれる形で、大腸に囲まれる形で小腸があります。で、この大腸の下は、生殖器ですね。生殖や骨盤というところになります。かかと、はい。で、かかとの内側、ここが男性であれば、前立腺ですね。男性であれば前立腺、女性であれば子宮が、このかかと内側になります。そしてかかとの外側が、男性であれば睾丸、女性であれば卵巣になります。
この骨盤や生殖器のところというのは、こちらも男性であれば睾丸、女性であれば卵巣ですね。この骨盤や生殖器のところというのは腰痛にも関わります。はい、じゃあ今度睾側ですね。睾はこの親指と人差し指の間が胸部リンパになりますですね。で、その横、こちら側が胸のゾーンになります。胸だったり、女性であればチブサになりますね。で、この指の股もそれぞれリンパになります。そしてその胸やリンパの下、ここが横隔膜になりますね。ここのゾーンが横隔膜です。いや、この足が開いちゃうんでちょっと輪ゴムで止めてますけれども、ここですね。最後こちらが鼠径リンパ、鼠径部になります。ここだ、ここは鼠径部です。はい、大体の位置が分かったところで、リフレクソロジーを始めます。よく左足からとか、私は腸のつながりが右足の方から左足の方へというふうにつながってますので、右足からやることが多いです。全体にクリームを塗りますね。指先からやっていきます。鼻はやっぱり良くないですかね。アレルギーがありますかね。ゴリゴリしてますね。初めてですか、リフレクソロジーは。どうかな、いや、ずいぶん前に受けたことありますか。うん、こういうタイプのリフレですか ね。痛かったですか。痛かったね。指先が一番痛いですよね。うん、指先痛い人が多いですね。どうですか、痛さの中に気持ちよさがありますかね。あ、そういえばそれ書いてなかったな。それも重要なので書いておきましょう。土踏まずのところって何かっていうと、胃なんですね。言いにくいですけど、胃ですね。こちら側にもあります。この土踏まずの部分は胃になります。胃袋の胃ですね。はい、肝臓、こういう感じで大体の場所を
それに沿うようにして、ほぐしていきます。ありがとう。いただきます。パクパク。はい、やだ。で、まんべんなく足を行ったら、今度は膝裏の方に向かって上へ上げていきますね。こうして仕上げに叩いて、あと軽くこう揺すったりとか、足首回しをして、片足終わりになりますね。反対も行います。右足どうでした？はい。じゃあ同じように左足もやっていきますね。まんべんなくクリームをつけて伸ばしますね。それから指
指先をしごいていきます。指先が一番心臓から遠いので、まあ、あとはあまり動かさないので皆さん痛いですね。結構足の甲には足の裏はあの反射区があるということを皆さん認識してるんですけど、足の甲は関係ないみたいに思ってる方もいらっしゃるんですが、足の甲も大事な体の、ゾーンですの で特にこの甲側っていうのは、まあ、説明しました通りリンパ系が多くありますので、のリンパの刺激ということではしっかりと甲側も、このようにはいじゃあはいはいじゃあ刺激する必要があります。刺激って多いし、足のフットの部分を起
行いましたら、今度は膝の方に向かってさすり上げていきますね。足が冷たいですね。こっちも痛いですよね。よく足つぼって言うと足だけ、足先だけ、靴で覆われる部分だけ行えばいいっていう風に思ってる方もいるんですけど、しっかりふくらはぎや膝裏の方まで行うことで、効果がちゃんと出てきますので、しっかりと老廃物を排泄するようにさすり上げて、リンパ節まで、膝裏まで持っていきましょう。足首を動かすことも大事ですね。自分でやらないでください。このようにして両足を行いました。はい、じゃ以上ですね。いかがでしたか。あ、なんかこうあれね、こう血行が良くなった気がするよね。ポカポカするよ足が。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。